こんばんは、ティモンさんです。能力隠しミナントバート3です。もうやってこと、とりあえず7月終わっちゃったんで、選手取ることないんで、まああとはもうざっと飛ばしていく感じですね。ってなったら、いよいよこれオフパートになっちゃうのか？失敗したかな？ワンパートで取り切っちゃえばよかったか？まあいっか。うん。アディンソン乗る感銘。はい、スランプ。小林は常にスランプ。さあ、なんか思ったよりカープとそんなに離れてないっていう。カープ25体なんだかなかった。あ、気のせいか。とりあえずだね。小川が怪我した。まあ、しょうがない。福井。そうね。ちょっと疲労を考えつつ、殺したくない人を殺さない。殺したくない人を殺さないという、江戸時代みたいな発想。そうだね。こんな感じかな。伊藤が。まあ、そうね。それ、ピッチャー足んないですね。来年の補強ポイントは圧倒的にピッチャー。そんな気がする。さあ、野間藤田が死にそう。もう、死んだら死んだれと思ってる自分もいる。不思議なもんで。さあ、ジョー、ほんと足が速いだけ。ジョー、陸上部だな。マジで。ジョー、ケイ。クロフト、どうしようかな。使うか。とりあえずな。使わざるを得ない。それでも生きていかなきゃいけない。はい。で、野間と藤田が死にそうなんで、まあ、野間は死んでもいいのか。野間は死んでもいいんだ。なんで、藤田さんを殺さない。藤田さんを殺してはいけない。上本、そしてクロフト行くか。アディンソン、全然だな。外野だな、来年な。とりあえず外野だ、来年はな。ただこれ全員組にして足りるかな？いけるか？甘えたこと言ってんじゃねえって話か。甘えたこと言ってんじゃねえよな。足りる。したら、じゃあ、ディンソンはもうどうしたらいいの？ガイアサポジション覚える？そうだな。シーズンオフまでになんか、ガイアサポジ覚えてくれたら、キャンプが楽ですね。さあ、スランプ脱出と関係ねえんだ。飛ばしてくか。エスコバー大幅に成長。エスコバー大幅成長、マジで？エスコバー成長しちゃうの？いいの？エスコバー成長して。強いよ、多分。ほら、強い。ほら。ほら、強い。まだ戦える。まだ戦えるじゃん、エスコバ。強。いいじゃん。上島 3.99。7勝8敗。10勝行きたいね、上島ね。マジ10勝行きたくない？どうにか行きたいわな、10勝な。はい、糸が。アイテム1つ。スタミナプラス5。これで C になったりは？あ、したね。OK。福井はいいか。そうかな。そうね。とりあえずこんなもんかね。お、ハブ。コントロールプラス3。まあ、焼け石に水って感じか。寺村、4つ？マジで？大幅成長するんじゃない？これ大丈夫？何がなって、25歳。寺村。大幅成長するぞ。かつ、コントロールが16上がって、球速4、球速7。コントロール14、球速7？マジで？いいの？うえ、154キロ。急に使いてー。154キロ、やっぱこれいいよな、このシステムな。俺結構好きなんだよ、このシステム、テラムラ。全然強くなかった選手がさ、このアイテムで急に化けたりするっていうの、あんじゃん、プロ野球。これマジいいよな。セットアッパーにしておこう、テラムラ。はい。したら、まあ、シーズン終わりまで行きますか。はい、ゴーゴーゴー。ゴーゴーゴー。どうしようかな。オフシーズンまで行ってもいいな、もうこれな。オフシーズンまで行っちゃいますか、バツさんで。松山、鈴田、千葉、おめでとう。はい、ノリノリ、関係ねえんだ。寺村死にそうかな。ちょっと見てみるか。寺村が死にそうであれば一回変えたい。死にそうでは、あ、上島か。足はっぱい。あ、いけんじゃん。まだいける。ガンガンいけ。ガンガンいっちゃえ。道場が死にそう。寺村使っちゃうか。寺村でも怪我しにくさ B。回復がないからかな。なんか疲労が溜まりやすい気がする。はい。エスコバーという抑えは完璧に決まったから。そうだな。あとは誰をどう使っていくかな気もするね。まあ、とりあえずまあ、もう9月なんでシーズン終了まで行きましょう。で、選手取りましょう。オフシーズンまで行っちゃいましょう、このパートで。さあ、なんかなかなか、いやでもまあ、そうなんで、自由契約なんだよな、今年までな。エイト権乗る感銘。シーズン終了。さあ、じゃあもう、このパートはオフシーズンだね。ドラフト取っていこう。うん。
にしてもシークワーサーサワーが超うまいですよね。またソフトバンク対巨人かい。つまんない日本シリーズだな。そして巨人勝ったんかい。さあ見てみましょう今年の成績。さあダイナソーズはどうかしら。野手ランキング、まあつっても野手で、ああ藤倉が来て届かずギリギリかな。2割3分6本6盗塁、うん、まあ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 そうだよね。野間3割4分4人、これは絶対ベストラインだな。今年消すけど、はいはい。でホームランもそうね、クロフト9本、クロフトでもここでいるってことは残ってくれたんだね。アディンソンも残ったのかな。あ、いや、いなくなってるな。エイトケンもいなくなってる。エイトケン緑のメガネしてんだ。エイトケンでもコントロールいいな。あれ、エイトケンいいじゃん。エイトケンちょっと再契約じゃないこれ。投手ランキング。規定届かず、上島、8勝8敗。3.76。あー、でも他の新人がわかんねえからな。新人王はありそう。そして、この場を借りて、選手一覧を見て、今年1年目のどんな選手がいたかを見ていきましょう。西内。はいはい。誰が言ったの？誰が言ったの？ドラフト見ればいいか。選手名鑑か。選手名鑑見ましょう。西内。ドラフト3位。これがドラフト1位か。トカノ。いたね。こいつ俺が迷ったんだよな。はいはい。あー、まあ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 。でもまあ正直これ取らなくてよかったな。これはちょっと外れだったかもね。ソガ。あー、強いね。チウチ。あー、まあ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 。あー、まあまあまあ。これ見る限りまだうちはドラフト成功してる気がすんな。そっか、でもこの、ここはもうあれか。みんな見てんのか。みんな見てねえのか、まだ。1位石塚。おー、まあ石塚は確かにちょっと活躍するイメージはある。セカンドいいっすね、こいつね。こいつ取ってよかったな、南部。おー、ほうほう。覚醒したんだ、オッカーの。アベレージヒッター。アベレージヒッター？アベレージヒッター持ってるやついんの？すごいな。でもこれはさすがに見抜けないな。はいはい。はいはい。パワーヒッター持ってるやついいんじゃん。マジで？あ、夢あるな。ドラフトに夢を見せてもらえる。これ全部見ていくのしんどいな、でもね。全部見ていくのしんどいね。適当にしちゃう？それいっか。まあまあ、適当になんとなく。選手一覧の方が見やすいか。そうだね。こっちの方が見やすい。はいはい。ああ、まあまあ、でもそんなうちまあ悪くない。で、これを見ながら考えよう、だから。赤坂ね。俺、赤坂ってやつ、ピッチャーで超活躍するイメージあるんだよね。クラはいい。でも、ここで合ってるかどうか判別していく？だから、例えばだけど、この1年目見ます。はい。で、この7人、この5人がいます。この5人で、ドイツが一番能力値が高いか、俺が当てるっていう。まず、7のはちょっと活躍するイメージある。で、アビコも活躍するイメージあるんだよ。で、この3人は活躍しない。これ外れると思う。はいはいはい。わっと？はい、まあまあまあ。7のは？あれ？マジで？アビコは？ああ、やっぱり。そう。アビコのキャッチャーは強いんですよ。これはもうマジ。まあ、これもうガチ。皆さんもね、名前しかわからない状態でペナン出るときはね、アビコのキャッチャー取ってください。で、産方は、多分大丈夫。そんなだと思う。で、長尾二村。長尾に、飽きわんだよな。それはない。多分この中で一番能力強いのは関戸。な気がする。はい、152キロ。148キロ。はい。あー、こいつかなー。あ、覚醒してるのか、でも。覚醒はちょっと含まないでこう。はい。ほら、ほら、ほら、ほら。ほら、ほら、ご覧なさい。ごらんなさい。ご覧なさい、ご覧なさい。な？わかんのよ、大体俺。大体わかんだわ。これはちょっと希望が持てるな。俺の名前の判断は間違ってない。さあ、イベント行きまーす。年間表彰式。クルーニー。はい。はいはい。野間、首位打者。アビコ新人王。アビコなんだな。野間最多安打。はい。はい、ありがとうございます。いや、でも間違ってない。やっぱアビコのキャッチャーはいいということを言い合ってた俺はやっぱすごい。俺はすごい。はい。就職国。24億。まあ、全然あるじゃん。はい。じゃあ、ここからだね。広角打法はちょっと欲しいですね。これ残し。谷敷キャッチャーアップももちろん残していきましょう。で、野崎低め一発。まあ、これでいいかな。コーチ陣は。1億か、しかし。
しかし1億かって思っちゃうね、これだとね。どうしようかね。だったら尻上がり大ピンチ でもいいんだよなと思っちゃうね。どうしようかな。大ピンチ尻上がりの方がまだいいな。おっか。はい。で、スカウターまだ変えれないんで、どこが必要になるだろうな。ピッチャーだね。何にせよ多分。絶対ピッチャーが必要になってくる。犬ですか、最後。オッケー。はい。はいはい。引退。引退なんかさせるわけねえだろ。あ、でも6400万か。とりあえず、まあでもあれだな。お金はやっぱり、ちょっと、お金だな。お金お金。とりあえずお金です。お金が大事です。蝶野さん6400万か。うわぁ、6400万か。ちょ、6400万の特能かって言われると違う気もすんな。でも流し打ちめっちゃいいんだよな。早急 B も。これ取っちゃおう。で、ここも取っちゃおう、もう。とりあえずまあそうだね。とりあえずまあ年俸なんかもう、下げでいいでしょ。こんなもん。もう下げよ。こんなもんさ。全然下げ。角中引退。いや、させない。引退なんかさせない。ハッチいらねえな。ハッチいらなかったな。重契約するか。引退なんかさせない。メヒアもいらないな。でも3割4分5厘3本。まあ一応取っとくか。1000万。ここでがっつりお金稼ごう。ちょっと、一旦。まあ温情がないと言われたらそれまでだけど。まあでもそれでもまあまあまあ。まあ一応現状維持しとくか。藤倉。まあ2100万あげるか。新人選手に優しい。はいはい。1100万。OK。藤田引退。引退なんかさせたくない。せっかく取ったんだもん。させたくないなぁ。長い。意外性は結構使えるんだよね。400万でいこう。すまんね。まあ、この辺はまあ、いっか。ちょっともう、若干酔ってるから、もう、ちょっと適当になっちゃうな。上島1600万。全然2000万あげよう。もう。こんなエースなんだもん、絶対。ハブ、1900万。買いだ3倍。なわけない。はいはい。はい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 。はいはいはい。ガンガン減らしてこう。ガンガン減らしてこうね。みんなでね。みんなもガンガン減らしてこうね。はいはいはい。オッケーオッケー。2000万。舐めたこと言ってんじゃねえ。1000万だ。開演かい。お前はそれで開演かい。来年多分セットアッパーにしたいんで、寺村を。軽い玉こそついてるけど、でも、全然1080万あげちゃう。1080。とりあえずこんなもんかな。で、で、オリジナル選手を自由客にしていくと。はい。これがいなくなるという怖さね。白浜は自由客じゃない。こんなもんかな？オリジナル選手は。そうですね。こんなもんですね。うん、オッケー。これでいっか。オッケー、行きましょう。さあ、14億。まあ、14億あったらな、ドラフト取れるしな、全然な。10人取れちゃう。うん。さあ、今年のドラフトは、皆さんには見えるようにやってるんで、パート1だけ、僕の画面を見せました。さあ、じゃあ行きましょうか、ドラフト。だからさ、これ、どこが競合してるか、が分かんないのが怖いんだよな。はい。で、とりあえず、うちが、ショート、サード2人ね。外野7人ね。これ、シール貼っちゃうとね、そこ見えなかったんですよね。あ、来た！見えねえ。何も見えんぞ。いやー、マジ見えねえな。名前しかないのか。でも、まあ、ミーハーでいいもんな、正直。ドクター K なんて言われたらって思っちゃうよね。いや、ちょっと待って、マジ何もか。街道か。でも、街道って言ってるとは、球速が速いんだよな。ドクター K が何なのか分かんないな。街道とかドクター K 多いな。これが甲子園優勝ピッチャーか。兵庫県。めっちゃいいじゃん、兵庫県の甲子園優勝ピッチャーなんてさ。ちょっとマジで分からん。うん、分からんね。まあでも、何かしら名前ついてるからね。いや、でも、まあ、怪物が熱いか。やっぱ。結局そうなってくると。なんかこの辺なんかすごそう。この辺なんかすごそうなんだけど、どう？合ってる？この辺なんかすごそうなんだけど、関東ビッグ3のキャッチャー2人。
なんかすごい、あーちょっとごめん見ちゃった。あー、エロしちゃった。一瞬見ちゃった。でも見えてない。あの B があったってぐらい。B と D の間ぐらい。何も見えてない。もうこれ、これボタン1個でもちょっと酔って押しちゃうとすぐ出ちゃうんだな。気をつけよう。大学ナンバー返し。わー、こんなん、でも大峰か。うわー、でも俺ね、大峰って名前の選手は活躍するイメージがあるんですよ。ファントビッグ3。大峰は活躍するイメージあるな。いいくらもあるな、ちょっとだけ。あとは、ここ何番返し。いや、諸星か。なんか俺、勝手なイメージよ、諸星の勝手なイメージ。マジ、見えてないからね、今ね。あの、パワーな気がするんですよね。なんか、諸星、俺、前のペナント、結構前のペナントで、諸星っていう、あの、やつが、1500アンダー、300本ぐらい打ってた気がするんですよ。なんで、ちょっと可能性はあるよな。奈良だもんな。奈良の高校ナンバーワン返しなんて言われたら、もう、なんかちょっと岡本衆もするしなっちゃったな。でもどこにしようかな。外野これドレワングってここ守れんのこいつ内野は。全然わかんねえな。とりあえずピッチャーだね。でもピッチャー足んないもんね。一旦じゃあピッチャーでもどれ、目星がつかねえ。ピッチャーの目星が。でもマジでピッチャーの目星がつかねえ。これ信じてみようかな、玉木の。夏の全国大会優勝。ちょっと玉木か、玉木か大学ナンバーワン外野手。いや、俺、大峰活躍する。大峰なんかね、めっちゃ強いイメージあるんですよ。パワー B とか。ちょっと取ってみるわ、大峰。大峰でいってみます。あ、玉木なんだ。玉木ってどんな能力がしてんだろう。高校生。あ、でもよかった。よかったか。玉木って言ったら、競合してたってことか。ただ、大峰がどうなんだろう。あ、諸星取られてる。阪神行っちゃった奈良で。最高じゃん。したら、あと足んないのは大峰どうなんだろうなぁ。マジ気になるな。玉木で黒子すんだね。ここ取られないんだ。なんか俺勝手に肩 S ぐらいありそうな気がするんだけど。藤島な。藤島もありそう。外人ナンバーワン内野手は大したことないんですよ。確か。多分そんなはず。でもこれ行かなくてよかったな。危なかった、マジで。どうしようかね。福井の地元のやついたらいいんだけど。もう名前だけだもんなーってなるとな、塚越はまあちょっと活躍するイメージない。稲垣活躍するイメージないんだよな。ほったした、設楽は活躍するイメージあるんですよね。狩野かな、これも活躍するイメージあるんですよ。これ先発できるんで狩野取りましょう。こいつは活躍するイメージがあるの、名前だけだと。イメージよ、本当に全部イメージだからこんなもん。で、あとはイークラショーとか、あ、ショートいないんでね、取ってもいいっすね、全然。名前、やっぱここ取られるんだね、やっぱりね。藤島な、藤島がちょっと活躍するイメージもあるんですよ。社会人にかけてみろ、藤島に。藤島のショートは活躍するイメージはちょっとある。で、保険で一応取っとこう、ショート、この辺。いいくらも取っとく。いや、いらねえか。ちょ、内野、どこ守れるのこいつ。ショート以外守れる。ちょ、俺、イークラがショート以外を守れると踏んで、セカンドとかを守れると踏んで取るわ。で、ピッチャーですね。まあ、お金気にしなくていいのにね。お金は気にしなくていいもんな。とりあえずな。四国の街道、街道シリーズ取るか。街道シリーズ取っとくか。もうわかんねえもん、もう。塚越取っとこう。もう街道シリーズ。ドクター K と、剛腕。剛腕な？剛腕はね、多分ね、150キロぐらいなんですよ。多分ね。でも、コントロールは F とかだし、スタミナも下手したら F の可能性もある。いいかな？わかんない。滝川取ってみよう。わかんねえ、わかんねえ。ちょっともう俺の経験しかないから、もう信じれるのが。もう経験だけを信じて、取ってみよう。で、ピッチャー足んないんで、もう取ってみるか。設楽が活躍するイメージがある。取る。で、もう掘ったも取ろう、ドクター系も。まだいける。あと何人？それお金はあるもんな。島津坂田。俺、白石活躍するイメージなんだよね。ピッチャーは。取ろう。まあ、さすがにでもここまで残ってたら、多分もう、全員どれもどれなんだろうけど。右打ちか左かもわかんねえんだよな。そんなドラフトねえんだよな。右か左かもわかんねえで取るドラフトねえって。
名前だけ見てきましょうみたいなさ。ファーストいないんだよね。まあ、外国人でいっか、ファーストは。したら、木本はね、なんかね、木本は、1000安打通算いかないけど、割と渋い選手になるイメージがある、俺は。取る。いや、もう、最後の木本はもう勘、マジで。なんかね、木本って選手で、いたのよ。にちゃむが指名した、昔にちゃむが指名して、で、1000安打ぐらいで終わった、たんだけどベストナイン2回取ったことあるみたいな選手がね過去いたんですよ、僕のペナントに。それを信じ取ってみよう。じゃ行きましょうか、選手名鑑。とりあえずまず1位指名が、ちょっともう名前がもう名前がはっきりせん。こいつの大峰だな、大峰のりゆき。いやー、なんか結構俺ね、下手したらパワー B ぐらいあるんじゃないかと思ってんだけど。打撃センスが光る新人。こう、アンダーせずときなんだ。うわ、俺スラッガーだと思ったやつ取ったのに。あ、でもまあ、1位指名にしたらいいんじゃないですかって感じですね。さあ、カノもまあ活躍するイメージあるんですけどね。フォークがおり。あ、勝手にカーブだと思ってた。左投げだと思った。カノ。あ、でもタイピンチ B。先発。あ、いいじゃん。まだ全然いい。はい、3位。藤島。そしてこいつですね。まあ、長崎出身っていうのもあるし、藤島はいいだろう。ヒットゾーンが広い。おう。わー、まあ、1位じゃない、3位じゃないな。3位じゃない、いくら。まあ、こいつは守備のやつだと思ってる、俺は。俊足が武器。あ、でも、まあ、守備さえ鍛えればって感じですね。まあ、守備が鍛えられるか分かんないけど。で、使うほしい。はい。四国の街道、スライダーが売り。うわ、一球種なんだ。まあ。竹川。剛腕だからね、150あるでしょ。速球が持ち味の新人さんは。不安だな。めっちゃ不安だな。あ、でもまあ、球速安定、カットボールス。あ、まあ、全然いいな。したら。いや、したらも活躍するんだよな、結構な。イメージだけど。フォークがあり、強心臓持ってる。あ、全然いいじゃん、150キロ。フォークスプリット。いいね。ホッタは活躍しないだろ、さすがに。V スライダーがあり、ピンチにめっぽ強い。V スラ。あれ、なんか中継ぎ抑えがなんか全員一緒じゃない？なんか、フォーク系じゃない？さあ、白いし。まあ、期待はしてないけど、あんまり。ああ、まあ、でも悪くないな。悪くないっすね。意外といけるもんだな。さあ、そして木本。構造。うん。ああ、ダメだ。ああ、やっぱダメか。ストーカー、ダメか。まあ、うまいこと言うから、目はすごくいい。木本の目はすごくいい。まあ、うまくいかねえわな、そらな。マイケンはでも、いっか。マイケンはいいわな、別に。さあ、コントロール練習壊れた。ちょっと、まあ、コリアリーグ行かせるんで、1億は必要ですね、絶対ね。はい、ポスティング行きます。さあ、FA 交渉。さあ、行こうかね。どうしようかな。まあ、岡島はなんとなくわかるからな、もう、能力値は。取ってるしな、弱小級なんで。まあ C ランクラン取りますか。岩崎6800まで B ランク入るんだな。まあ、宮崎も大体わかるしね。うわ、松井なんかすげえいいよ。2億5000万だけど。抑えが決まるからな、松井。取ろうかな、松井。全然取るのありだと思うんだよな、松井。まあ、本命せいやか。本命はせいやだろ。もうこんなもん。あ、ちょっと能力。あ、まあ、そうか、でも。まあ、いいか。能力見えちゃって。まあ、でも、岡島の能力大体わかるしな。9500万。9000万でいけるかな。もう、聖夜が本命だから。こんなもん一番用意していいでしょ。4をあげちゃうか、思い切って。あ、足りないって。足りないの？嘘。マジで。ちょ、じゃあ3億。3億3000万で来れないですか？うちに。どっちか取れたな。取れた！嘘！取れた！ラッキー！やった！取れたけど、その、財政大丈夫？うち、財政大丈夫？財政やばいんじゃない？聖夜が入団してくれた。嬉しいけど。そしてもう、あれだな。全員、プロテクト外でもいいな。どうしよう。そうだな。プロテクトにしてる意味わかんないやついっぱいいるな。プロテクトにする意味、プロテクトの意味ねえな。マジで。ちょっとでもお金を減らしてくれるように、プロテクトを極力減らしていくか。
ああ、ちょっと極力減らしてこう、プロテクト。プロテクト極力減らす。取ってくれ。取ってくれ、頼むから。頼むから取ってくれ。もう、取ってくれ。カープさん。カープさん、うちはもう誰でもいい。取ってくれ。カープさん、取ってくれ。うちはプロテクトなんかしない。なあ。ちょ、本当に取ってほしくない選手はプロテクトするけど、この辺は。もうそれ以外はもうプロテクトしないから。お金だけは勘弁してくれ。頼む、カープさん。お金だけは勘弁してくれ、お金だけは。お金だけは勘弁してくれ。カープさん。あー持ってかれた。頼むよ。人身売買してくれよ。あー、自由客席来た。下げました。さあ、隠しましょう。幽閉。いや、勘弁してくれ。アリソン取るか。エイト券取ろうか。エイト券取ろう。アリソン取るかな。残金今いくら売れ、それだけ見るわ。ちょっと、1億8000万。1億8000万っすか。でも練習機材とか考えたらちょっと、あれだな。あんま取りづらいな。ピッチャーだけ取っちゃうか。もう能力わかんねえよ。もう。アベアでもなんか悪くなかった気がするんだよな。ちょ、ごめんなさいね。ちゃんと覚えてないんだ。全員分はさすがに。ニクソンも悪くないですよね。まあ、安いとこだね。秋山なんか絶対一緒。どうしようかな。阪神の外国人をやっぱ信頼はできないよね、やっぱりな。あとはなんだい？あ、じゃあ。困ったね。枠井な。枠井なんかいてくれていいもんな。僕の教える係でとして。残金大丈夫？ 1 億6000万になるのか、これで。1億6000万か。うわ、どうしようかな。いや、エイト券だけ取るか。こうしようかな。練習機材買いたいし。エイト券だけ。はい。エイト券だけではなかったけど。はい、OK です。はい、OK です。はい、海外留学。で、もうこれはもう間違いなくコリアリーグですね。お金はがっつり減るけど。まあ、しょうがない。安倍は、ああ、まあ、そうですよね。安倍はいいよね。安倍は結構いいイメージあるもん。で、寺村行かせんのありだね。どうしようかな、誰行かそうかな。大峰行かすかな。コリアリーグだもんな。誰行かそうかな。もう上島行かせんのありっすね。糸が行かせんのも全然あり。糸が行かそうかな。糸が行かすわ。糸が行かして、で、寺村行かそうかな。でも野手か、やっぱり。野手大事か。藤倉行かそうかな。でも藤倉がこれ行ってもなんか、中途半端になって終わりそうだな。だったらまだ、寺村とか行かせた方が、長すぎるかしっかりしそう。これで行こう。はい。さあ、キャンプです。さあ、お金は、うん、そうだね。コントロール練習だけ買って、終了。さあ、キャンプでーす。キャンプでーす。特納は、特納じゃねえか。特納でいいか。エスコバー。うん。まあでも練習、ああでも秋山すごいやっぱり。能力値こそ見ないけど大体わかるからな、やっぱね、既存選手は。だからこれが年数を追ってきて、架空選手ばっかなってきた時が多分俺が終わる時なんだよな。もうわからんってなった時がもう、多分そこが俺のおしまい。竹川。竹川かな、竹川。どうしようかね。特納要員は結構いるからね。逃げ玉とりあえず持ち出すとか、逃げ玉でだいぶ減るだろう。したら、リリース。脱三振でもいいけど。おった。どうすら。まあ、コントロールだな、こんな。まあ、カーブか。ドロップ？ドロップにしよっか。でも、ドロップだとな、立てすぎんだよな。スライダーにしときたい。ここは。ウィスラとスライダー。はい。んで、ドロップ習得させるか。広いし。エイト剣。エイト剣がね、悪くないっすね。全然ね。エイト剣どうしようかな。チェンジアップか。スライダー覚えちゃうか。なあ。んで。特納要員がね、やっぱ多いんで、そこはすごく助かってる。けども、あんまりいい特納ないね。困ったもんだ。とりあえず適当にじゃあ教えちゃって、サークルチェンジしようか。サイド？スリークォーターか。投げ方すらも分かってないんだよな。
そんなやついないんだよな。投げ方すらも分からずに人いないんだよな。僕の後にしようかな。誰に何を教えていいか分かんないし。もう上島のタイピンチビにするのありだな。まあ、一回逃げ球だな。キャッチャーアップ。キャッチャーもそんなにいないんだね。で、木本。もうちょっと彼はちょっとどうしようもないな、木本は。守備も終わってるし。彼はどうしようもない。藤島、トート、外野。まあ一応外野教え込むっていうのは結構手ではあるな。背番号ちょっと生意気だな。背番号が生意気だなかったな。数三本塁打。パワー系なのかな。パワーにしようか。いくら、ショートセカンド。いや、もうとてもじゃないけど任せらんないもんな、ショートセカンド、こいつに。プロフト。あー、そこまでしちゃおうかな。いや、いいや。ショートで使ってみるか。どうしようも、どうしようもできねえし、一旦。一旦どうしようもできねえし。で、そうだな、ちょっと、どうしようもできないな。レギュラーが誰なのかね。まあ、大峰使っていくことになっちゃうだろうな。どうしてもな。ヒットメーカーなんだろうね。ってなってくると、やっぱ意外性とか流し打ちだね。意外性つけちゃうか。流し打ちはあってもいいけど。まあ、意外性。そっか、せいや来たんか。これが4番だもんな、絶対な。こんなもん。こんなもん4番だもんな。どうしよう、なんか教えたいな。まだ覚え、まだ覚えんべ、こいつ。せいやが4番で絶対いてくれるもんな。粘り打ち？粘り打ちでいいか。粘り打ちにしようか。粘り打ちにしよう。んで、とりあえず外野はまあ、せいや、俊太。で、まあ、大峰藤倉あたりになってくるから外野は決まってるのか。内野だね。あ、まあ、ファーストは外国人取るか。6000万じゃ取れねえか。キャッチャーいて、セカンドは？セカンド誰だ？上本になってくるか。ちょ、内野弱りすぎてんな。内野が終わってんな。来年は内野取るか。内野が終わってる。内野が終わってます。内野が終わっておりますゆえ。これでいこう。いや、聖夜取れたらでかいよ。なんで来てくれたんだろう、聖夜。サルクジンスライダー。スライダーいいね、覚えてくれるね。はい。さあ取りました。したら WBC か。したらとりあえずじゃあ一旦あれだな、聖夜を中心としたチーム作りをしていくか。いったそうだな。聖夜もなんでうちに来たんだろうな。ホスティングさせてあげれるよとか言ったのかな。まさかそんな甘い言葉をかけたのかしら。したらどうしようかな。角中使うか。ちょっと内野いなすぎるな。マジやべえな。マジ内野いねえじゃん。マジ内野いねえんだけど。大丈夫か。大丈夫かこいつら。掘った。まあコントロールだね。ドロップ。エイト剣。エイト剣がいいんだよな。スライダー覚えるかい。あ、なんか得の覚えるか。知り上がりなんか覚えていいっしょ。ねえ。で、スカゴシ、スタークルチェンジも覚えた。で、先発なんだね。じゃあ、スタミナかな。スタミナにしたいね。できれば。まあ、でも、特能を覚えてもいいという思いもありけり。玉持ちなんかいいんじゃないですか。安倍なんかね、すごくいいんだけどね。まあ、変化球練習させとくか。スプリットやっぱ1は使うものなんないですからね。で、いくら守備。お前はとにかく守備。はい。こんなもんかな。で、聖夜を中心とした試合展開。もうとにかく、聖夜の前にランナーを貯めること。じゃないと勝てない。多分。なんで、もう1番ライト聖夜。あ、4番ライト聖夜だな。で、ランナー、もうとにかく、ランナーを貯めよう。な、大峰だな。大峰もう1番。で、サードは誰がいる？サード誰もいねえか。松山サードちょ、終わってるもんな。松山のサードは。サードいねえな。上本になってくるか。だな。で、可能性、出塁の可能性をとにかく考えていこう。こうだな。とにかく聖夜の前にいいバッターを置かないと、おそらくだけども、
多分勝てないから、パクナカなんかな。パクナカセンター怖すぎるな。まあ、こうかな。セカンド？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 もうこうなってくるかというのもとりあえずな。うん、野手がいねえな、うちな、やっぱりな。こうかしらね、とりあえずは。はい。なぜ聖夜は来てくれたんだろう。本当にそれが、本当にそれがわからん。まあ、来てくれたからラッキーだけど。エイト剣行こうか。で、中継ぎできるピッチャー、阿部行こうか。阿部行きたいね。先発できそうだけどね、阿部ね。まあ、でも、西野か。上島エース、秋山エイト剣、で、上原後輩って、あ、でもピッチャーはまあ、なかなか埋まってきたんじゃないですか。うん。まあまあ埋まってるぐらい。その、爆裂に埋まってるわけじゃないけど、まあまあ、その、戦えないことはないぐらいの感じか。まあ、糸が寺村が帰ってきたらね、どうにかなると思うんで。はい。じゃあ、これでいきましょう。よし！じゃあ今回はこれで終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。